リスナーの皆さん、こんにちは、こんばんは、ミキサトルラジオ始まりました。まず最初に、なんか最近お詫びから入ることが多いと思うんですけど、申し訳ありません。3月の12日だったかな、ラジオ第23回のミキサトルラジオですね。3月12日にアップ予定だったんですが、バタバタしておりっていうのをね、いつも言い訳にして、すみません、ちょっと収録ができませんでした。で、次の週って思ったんですけど、第2第4土曜日にアップしたいなって思っていたので、結局3月26日付で本日第23回ミキシャトルラジオアップしたいと思います。ごめんなさいね、先々週ちょっとアップできなくて申し訳ありませんでした。なんだかんだ演奏の方も戻ってきておりますので、土日は結構演奏のお仕事してることが多くて、そこにはめていくとちょっと撮れなかった時もねあったりするのかなと思うんですけど、極力すみません、今後は第2第4土曜日に上げれるように頑張りたいと思いますので、どうかラジオのねご視聴を引き続きしていただけたらと思います。さあ、というわけで、ミキサトルラジオ、始めていきたいと思います。このラジオはミキサトルチャンネルよりお送りしております。というわけでメインのコーナーに移りたいと思います。こちらメインのコーナーではいつもリスナーさんからいただいているお便りを1通から2通ほど読ませていただいております。本日ごめんなさい、今日この後ですね、ライブがありますので、今日はお便り1通だけ読みたいと思います。最後エンディングのコーナーで今日のライブの告知、したいと思います。当日告知ってねそれではお便り読みたいと思います。ラジオネーム茶碗蒸しさんより、サトルさんこんにちは。いつもラジオ楽しく聞かせていただいてます。お悩み相談も OK ということで、お、初のお悩み相談、初ですよね多分ね。お悩み相談もね募集してるのでね、お便り書かせていただきますが、私はお寿司が好きでよく回転寿司に行きます。いろんなチェーン店の中でも、これ店名出していいのかな、これまあいいか、くら寿司とスシローは特に行く頻度多いのですが、食通のサトルさん食通のサトルさんはこの2店舗で迷った時どちらに行きますか。素敵なお便りありがとうございます。くら寿司とスシローか、でも私が好きな回転寿司はくら寿司、スシロー、銚子丸って皆さん知ってます？あと浜寿司って知ってます？浜寿司とかは行ってたんですけど、確かにくら寿司とスシロー2店舗って本当に中でもね巨大チェーン店っていうんですか、全国展開どちらもされてるのかな、どちらも一流の回転寿司ですよね。私はねくら寿司とスシローどっち行くかとなったら、その時の食べたいものによって決めるかな。例えばなんですけど、食通のってね、お褒めの言葉なのかな、いただいたので、全然私別にあんま食通と自覚はしてないんですけど、くら寿司とスシローを、個人的な感想っていうのかな、食べてきた感想を言うと、くら寿司って、個人的にはですよ、魚のネタがね美味しくないわけじゃないんですけど、私はスシローの方が好みなんですよ。くら寿司行くなら私はなんか天ぷらとかサイドメニュー食べたい時に行きますかね。あとラジオネームがね今回茶碗蒸しさんということなんですけど、私ねくら寿司の茶碗蒸しめっちゃ好きなんですよ。すごい出汁が効いてて美味しいので、茶碗蒸しね好きです。茶碗蒸し好きですなので、まあちょっと揚げ物とかサイドメニュー系とか、くら寿司で好きなのはイベリコ豚の握りとかね、なんかチェダーチーズの豚とか、全部豚だね。結構なんか変化球のある食べ物食べたい時に行くかな。あとはですね、単純にビックラポンが好きで、ビックラポンはもう絶対オンにしますね。あれね、なんとなくこうつけてるだけで面白いしね。なんかネットでも見たんですけど、通な食べ方というか、エビ天私大好きなんですよ。くら寿司のエビ天食べるときは塩をかけたりするんですけど、塩だけじゃなくて抹茶っていうか、お茶の粉末をちょっとパラパラパラってかけて抹茶塩にして食べるのすごい好きです。
はい、くら寿司はまあそんなところですかね。スシローはなんかあのフェアで今マグロ7貫とかやってるんですけど、マグロ美味しいですよね。スシロー行くならやっぱりこうお魚系食べたい時には、まあお寿司ってお魚系がメインなんですけど、まあスシロー行きますね。ただサイドメニューはあんま頼まないかな。なんかスシロー行く時は、スシロー行くと結構魚系がついちゃうと思います。でくら寿司行くと天ぷらとかちょっとなんかお魚以外を食べてることが多いかなと思いますね。以上でよろしいでしょうか。だからまあ結論を言うと、食べたいものがあるときに行き分けるっていう感じです。素敵なお便りありがとうございました。本日のお便りもうちょっと読みたかったんですけど、すみません、今日はちょっとバタバタしておりますので、次回のラジオで2通はお読みしたいと思います。というわけでメインのコーナー終了したいと思います。ありがとうございます。というわけでエンディングのコーナー移りたいと思います。本日もミキサトルラジオご視聴いただきありがとうございました。今回第23回目ということで、第24回目は4月の9日に絶対アップしますので、皆さんどうかラジオ引き続きご視聴いただけたらと思います。そしてお便りの方もちょっとありがたいことに今溜まってるんですけど、引き続きお便り、お悩み相談も含めて募集していきたいと思います。今日はですね、メインのコーナーでお悩み相談いただけたのですごく嬉しかったんでね、皆さんぜひお悩み相談も大歓迎です。というわけで、本日の第23回はい、ミキサトルラジオこれにて終了したいと思います。またちょっと4月もライブが増えてきてるので、こちらの告知についても次回のラジオになっちゃうかな、次回のラジオでもちょっと告知の方していきたいと思いますので、どうぞお楽しみに。それではご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。